ついに初戦を迎えましたこのコンペティション。90分後に笑うのは果たしてどちらか。注目の一戦です。この時間はサントス対 FC 東京、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はエスタディオウルバーのカルデイラ。ホームゲームを迎えるサントスサポーターの歓声に今日もスタジアムは覆われています。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤。シュート、おー、スター先制、サントス。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体でサーブ、キーパー止めた。縦へのボール、裏へ届くか、抜けた。ここは読んでいました。これは合いません。ミリンコビッチ・サビッチ、ドリブルで上がる、抜けてくる。ラファシウバからのボール、直接行ってしまいました。レアンドロ、長友へ、裏を狙う。いいボール入りますよ。抜けてくる、クロスボールに残ってる。ディエゴ・オリベイラ、インポイントで合わせましたが決まりません。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりそうしていかなければいけませんよね。スルーパスを出す。さあシュートまでいけるか。リカルド・ペレイラへのボール、このパス、レアンドロ、このボールをインターセプト。ミリンコビッチ・サビッチ、さあ右へ預けて、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。さあカウンターを仕掛けます。ここは対応します。ここも固い守りでボールを奪います。さあここから持っていく、シュート、これはよく止めました。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。FC 東京、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。このボールには合いません。これはそのままラインを割ってしまいました。ジエゴ・オリベイラ、FC 東京としてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。サビッチからラファシウバ、来た、チャンスだ、対応します。 FC 東京としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。高萩、ここはカットします。リカルドからラファシウバ、ジェラール・ピケ、ここはつながりません。今野、さあつながるか、ボールがつながる、裏へ届くか。さあカウンターのチャンスになります。ラファシウバ、FC 東京はサイドからの仕掛けが特徴というデータもあるんですが、このゲームもそのあたり注目ですよね。そうですね、サイドアタックといってもカットポイントか後ろからのオーバーラップとか方法はいろいろありますからね。どんな仕掛け方をしてくるんでしょうね。そうですよね、スピーディーでアグレッシブな展開に期待したいです。
長友、うまいインターセプトを見せます。さあ大ユートン、スペースを狙ったレアンドロ、リカルド、硬い守備を見せます。スペースいいボール出たんですけどもね。自分で行く、さあ中央へ、これを読んでいた。いいですよ、ポジション切り替え。高萩、ここはカットします。これは合いません。裏へのスルーパス、インターセプト、さあレアンドロ、あーこれファン。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半終え1対0、 FC 東京先に得点を許したまま前半を終了しています。先制されてやはり点を取っていかなければならないということで攻め込もうとはしてましたけどもね、相手の守備陣をどうこじ開けていくのか、後半はそこが見どころになると思いますね。サントス対 FC 東京では、あ、カメラ押し込んでくる、ここは大きくクリア、ピンチを出します。エンダーソン、これはなかなかこじ開けられない、スピードアップしたいですよ。ここは仕掛けるか、ここはつながりません。森重、木本、これは合いません。渡辺、さあつながるか、おっといいボールでしょ、おこれいいですよ。セカンドボール拾えるか、シュート、セカンド拾えるか、ここは必死の守備を見せます。読みの良さと思い切りですよね、素晴らしいですよね。起きましたよ、抜けてくる、ヘディング、これは素晴らしい反応でした。よく止めましたよね、いい反応でしたよね。クリスティアーノ・ロナウド、チームを率いるキャプテンです。ディエゴ・オリベイラからアダイウトン、ここは下げます。ミリンコビッチ・サビッチ、森重、うまいインターセプトを見せます。ハキミからサネ、レロイ・サネ、ここですね。さあこれは追いつくためのカウンターになるか、右サイドへ振って、FC 東京としてはなかなかいい形が作れませんよね。サイドへのフィード、スルーパス、いいボールだ、レアンドロ、いい展開ですね。折り返すと呼んでいた、今の形すごく良かったですよね、これを繰り返せばいいと思いますね。そうですね、流れをつかみたいところです。エンダーソン、森重、このボールに触ります。東からディエゴ・オリベイラ、チャンス、リカルド・ペレイラ、これはいい守備です。倒されます、これはペナルティーエリア内、足いっちゃいましたね。いやこれで分からなくなりましたよ。サブスタチューション、同点のチャンスが巡ってきました。決めた、これで追いつきます。ここは確実に決めてきました。しっかり逆を狙ってきましたよね、いいキックでしたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。
これはスタジアムも盛り上がりますよね、はい、この後の1点をどちらが取るのか目が離せない展開になりましたよね。そうですね、東から長い、アダイウトンから右へ、あいい展開ですね。ボールはシュート、いやーいやー勝ち越し、FC 東京ゴール。ゲームをひっくり返します。アダイウトン、ここはいい位置に詰めていました。こういうゴールを決めるにはやっぱり次のプレーの予測とかポジショニングが重要になってきますよね。まさにゴールへの嗅覚が生んだ一手でしょうね。さあ FC 東京、ここでリードを奪いました。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。ミリンコビッチサビッチへ、ラファシウバ、ミリンコビッチサビッチへ、シュート、中央フリーでした。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。今日はあと少しで北澤さん、勝ちを収めることができますね。そうですね、自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどもね。ミリンコビッチサビッチへ、ロナウド、このボールをインターセプト、ハキミ、サネへ、うまいですね、クロス、さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。さあどう守る、アウト、まで来た、跳ね返ったボール、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。ここ来ましたよ、危ない、絶好の位置、高萩、これはいいプレー、取らないですね、シュート、さらに行った、止めたと、このタイミングで長い笛、最後は同点弾ならず、2対1、見事な勝利です。そしてこの結果、条件達成となります。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。 FC 東京としてはなかなかプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけどもね、その中でも勝てたっていうのは選手たちは今後の自信にもつながりますよね。いいゲームでしたね。はい、そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 FC 東京が見事突破を決めたゲームです。